はい、どうもこんにちは、ゆうきです。今日も楽しいエフェクターを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら。じゃじゃん。これですね、プライアルのプライムコーラスです。これね、ご存知の方もたくさんいるかもしれませんが、大阪のねプライアルさんの商品ですね。プライアルさんといえば、このプライムコーラスは非常に有名かと思います。結構コーラスというとね、デジタルで処理するエフェクターって結構たくさんあると思うんですけど、で、前こういう動画で紹介したですね CE2W とかもアナログのコーラスのエフェクターですけど、今回紹介するこのプライムコーラスもアナログのコーラスです。めちゃくちゃねいいですよこれ、マジで。結構ね原音に忠実で嫌味のないコーラスです。この作ってるトライアルさんがですね、コーラスペダルを研究しまくって作られたペダルですので、非常に期待できます。この2つのつまみ、スピードとデプス以外にもですね、こちらこういうモードがあるんですよ。ノーバイブモードですね。このモードが何かというと、いわゆる揺れないコーラスですね。例えばこういう動画で紹介したディメンションで、こういうディメンションなんかも揺れないコーラスとしてですね、非常に有名ですね。揺れないけど、音程は揺れないけど奥行きのあるコーラス感、まあコーラス感といったら語弊がありますけど、奥行き感のあるエフェクトを作るペダルです。こんな感じでですね、このノーバイブモードを使うと揺れないコーラスが得ることができます。これがね、僕は非常に好きです。ディメンションもね非常に好きで好んで使ってるんですけど、このノーバイブモードもね非常にそれに近いところがありまして、めちゃくちゃ好きです。ぜひね体感してもらいたいぐらいいいです。ということでね、もうねこのねキラキラのラメのね見た目も抜群のこのプライムコーラス、コーラスペダルですが、実際どんな音がするのかっていうところを見ていきたいと思います。ということで行ってみましょう。はい、というわけですね、プライムコーラスのですね音を早速見ていきたいと思います。ギターはですねギブソンの ES335 からですねプライムコーラスを通って、真空管プリアンプ、コッホのペダルトーンっていうのからですねラインアウトで出力しております。バイパスの音はこんな感じです。でまずですね12ですねの状態でオンしてみたいと思います。青い LED がかっこいいですね。いかがでしょうか。めっちゃいい感じですね。まあ、ハムの音なんで結構柔らかい音かもしれませんが、すごく深くですね濃厚なリッチなですねコーラス音かと思います。でちょっとつまみを回していきたいと思います。こちらスピードですね、スピードコントロール。波のですね揺れる周期が大きくなります。これを逆に上げると細かな波になるので、動きの細かい音になります。この感じですね。さっきの状態だったらば、この違いですね、細かな波になっているのがお分かりいただけるでしょうか。でこれで音を鳴らすと、はい、こんな感じになります。でデプスですね、これは波の深さですね。これをじゃあ0にすると、0というか一番左にすると、音程の波がすごい滑らかなのが分かりますでしょうか。これをマックスにすると、音程のズレが非常に強くなるのが分かりますでしょうか。この2つをですね駆使して音作りをしていきます。個人的にはちょっと両方とも控えめで、そうですね、滑らかな方が、こんな感じでいかがでしょうか。こんな感じだったり、あとは結構あっさりめにですねかけるっていうのも非常にいいんじゃないかなと思います。はい、とてもいい感じだと思います。非常にね深く濃厚にかかるリッチなですね非常に気持ちいいサウンドです。
で、ここを押すと、さっきお話したような、ノーバイブモードっていうものになります。揺れないコーラスですね。ボスでいうところのディメンションとか、ああいう感じですね。奥行き感を持たせる音になります。こんな感じですね。このノーバイブモードに関してはどんなにつまみを回しても音が固定になりますので、まあ、決められたこのノーバイブモードのサウンドをお楽しみください。めっちゃいい感じですよね。好きです、僕これ。結構ね、このプライムコーラスらしい音っていうのは結構あるのかなと思って、JC120 みたいな結構濃厚なコーラスの感じもあるんですけど、こいつはね、プライムコーラスらしい音がしっかり作られてるかなと思いました。とってもいい音ですね。じゃあシングルコイルの音も聞いてみたいので、ちょっとギターを変えたいと思います。ギターはギブソンのレスポールスペシャルで試そうかなと思います。はい、ギターを持ち替えました。ギターは、ギブソンのレスポールスペシャルですね。 P90 のピックアップが乗ってます。まずバイパスの音です。いいですね。個人的にはこのペダルはシングルコイルで使うのが好きかもしれないです。さっきと同様ですね、変化の感じは。いいですね。じゃあこっちですね、ノーバイブモードですね。という感じでいかがだったでしょうか。このプライムコーラスの持つ持ち味というか、このエフェクターらしい音っていうのがね、しっかりあるかなと思いました。個人的な印象では非常にですね、濃厚なコーラスサウンド、甘い感じですねが非常に印象的で、本当に奥行きのある綺麗な音だなと思いました。個人的には335でやったみたいなハムではなくてですね、スポールスペシャルでやったみたいなシングルコイルのギターを使うのがね、僕は好きです。非常に、ね、いい音でした。高音域がね、非常に綺麗に響く印象があったので、ちょっとね、ハイを強めにして、ハムで使うのもとても好きだなと思いました。とってもいいエフェクターなので、ぜひね、触ってみてください。いかがだったでしょうか。これめちゃくちゃいいですよね。もう本当にね、好きです。好み的にはですね、基本は僕 ES335 なんですけど、シングルコイルで使う音がね、非常に好きです。しっかりハイの出てる音にこれをかけてアルペジオで鳴らすとか、最高だと思います。で、このノーバイブモード、
これもめっちゃいいですよね。だから本当に感覚としてはディメンションみたいな感じですね。ノーバイブモードを使うときはですね、ここを押すとつまみは固定されるので、このノーバイブモードの音になりますので、これはしておくといいかなと思います。これプライムコーラス自体はローランドのね JC120 のコーラスみたいな音を目指したらしいんですけど、非常に深くかかって深く濃厚なコーラスが得られると思います。これがねめっちゃいいですね。アルペジオとか雰囲気を出すですねフレーズとかにピッありだと思います。で、例えばですね、こういうですね CE5 みたいなあっさりしたコーラスのかかり具合ではないので、しっかりとねこれの音、プライムコーラスの音っていう感じで、しっかりした芯の強いね濃厚なはっきりしたキャラクターの音だと思います。ぜひね興味ある方はね一度試してみていただければと思います。あの商品のリンクなんかね、詳細はあの Amazon のリンクをね下に貼ってますのでね、参考になるかと思いますので、ぜひご覧いただければなと思います。ということで、いかがだったでしょうか。トライアルの至高のコーラスペダル、プライムコーラスについて紹介しました。ぜひね興味ある方はね、お店でねあの試奏でもいいと思いますので、ぜひね一度手に取って試してみてはいかがでしょうか。こんな感じでね、僕の動画ではこうやってエフェクターの紹介やボスのエフェクターの紹介やギターの紹介や、あとはバンドマンのねエフェクターボードの紹介なんかもねやってますのでね、この機にねぜひチャンネル登録をしていただいて、ぜひねまた次の動画でお会いできればなと思います。ということでね、本日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。